いつも3ピアン YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前に東洋ピアノ75周年記念モデルの動画を撮り、ハローキティの、キラキラショップの動画をお送りしました。今日はこちらのピアノについてお送りしようと思います。 A223WNC というピアノです。まあ、今日はちょっとこのピアノを、ゴリゴリセールス動画をしようかなと。サンピアン YouTube チャンネル。アポロさんといえば 3S が有名ですね。これ 3S 搭載じゃないんです。はい、3S 搭載してるモデルが、まあ、なんせ100万オーバーということで、決してお安いピアノではない、というところで、よりライトなユーザーですよね。そこまで予算は決してないけど、でも新品で、できれば国産がいいとかっていうようなニーズで多分少なからずあると思うんですよ。そんなようなお客さん層をターゲットにしたピアノなんだろうなぁと勝手に思ってはいるんですが、まあ、アポロさんのこだわりが一応、こだわった点というか、が一応ありまして、まあ、カタログに書いてある分もそのまま読んじゃうんですが、あ、そうですよ。忘れてた。この支柱。忘れてたの。あの、ボストンやった時覚えてますかね？支柱の入り方が。ちょっと何？均等じゃなくって。そう。違ったよね。そうです。それがこれもなってます。高音部の方が間隔が狭くて、で、だんだん間隔が広くなっていくというような配置ですかね。ボストンもそんなような支柱を採用してると。こだわりがありますね。うん。ただ均等に入れりゃいいってもんじゃないんだぞという。そうです。検品中。で、こだわりポイントはそれ以外にも標準化しましたけど、ゆっくり降りるセーフティーランディング機構ということで、がついてますよと。で、細部まで美しいデザインということで、綺麗なチップペンデールということで。なんかチップペンいいですね。綺麗。木目のピアノってチップペンだとなんかいいですよね。まっすぐよりは曲げてた方がいいだろうっていう感じがしますかね。美しいデザイン、そして美しい真鍮製ペダル、カバーついちゃって見えないんですが、そして広々とした譜面台、あ、確かに譜面台長いですね。幅が、まあ、今は割と結構標準になりつつありますけど、そうですか。うん、連弾もしやすい。おお、連弾もしやすい。おお、連弾もしやすい。これは連弾しないといけないですね。誰か連弾できる人いないかな。いなかったかな。知ってる？いい人がいますよ。本当？うん。じゃあ後で紹介してもらおう。人がいます。後で紹介してもらおうじゃないの？はい。そして、レスロミュージックワイヤーとドイツ製フェルトハンマーということですね。うん、はい。この辺は金箔の時もドイツ製フェルトハンマーでしたね。でしたね。レスローだったかはちょっと覚えてないんですけど、うん、一応この A223 というモデルは新製品で出たんですけど、前のモデルも一応あって、ちょっとグレードアップしたっていう位置づけになっているそうです。 A123 の WNC というモデルが出てまして、まだ売っているので、一応置いてあるお店があるので、うん、まだ一応手に入る日本製のフェルトのハンマー、スズキミュージックワイヤーなので、パーツがちょっとこう、よりグレードアップしてると。まあ、なんて言ってもこの美しい木目ですね。天然木のウォールナット化粧板を贅沢に使用しているそうです。高級感はありますね。非常におしゃれなピアノです。で、ここもちゃんと化粧貼ってあって。うん、フェルトデバーじゃなくて手がかかってるなっていう印象。ここが1枚なのがいいですね。アポロのピアノのイメージは何でしたっけ？こんにちは。こんにちはね。こんにちはって感じ。はい。じゃあ行きますよ。
がする。あ、そうですか、うん、膨らみのある音で、うん、小さいギャンギャンじゃなくて、うん、うるさいこう大きい音じゃなくて、うん、その楽器がちゃんと鳴ってるっていう感じ。ちゃんと太鼓の音がする。うん、そう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 、鳴りすぎちゃってるとかっていう感じがあって、これがしっかり鳴ってるっていう感じの音の大きさがして、別にそんな嫌な感じとかじゃない。そうですね、うん、結構リッチな音で、うん、なかなかいいんじゃないかなと。確かにリッチだね、うん、すごいリッチな音なんですよ。今日はたけるくんを召喚しました、連弾ということでね。そうです、連弾。はい、たけるくんと川合さんの連弾でこのピアノの音色をお送りしたいと思いますので、川合さんじゃあ VTR 振りをお楽しみください。それでいいの？いや、じゃあ、サマーウォーズの挿入歌です、ね、ちゃんとやってくださいちゃんと締まりないでしょ、さすがにそれじゃ入れませんよ今日の曲は長野県上田市がテーマになった、舞台になったサマーウォーズから栄の活躍という曲をですね、お届けします。今日はドイドピアノさんのアポロ A223WNC という新製品ですね、まあ商品の詳細は一応うちのホームページにも出してますし、お値段についても一応ホームページに出してますので、台数限定あるモデルではないと聞いていますので、新製品ということで多分今後いろんな楽器店に展開されると思いますので、ぜひお近くの方はうちに来て弾いてもらってもいいですし、指南してください。タケルクと連弾いかがでしたか？
や、なかなか新鮮で楽しかったですね。あと武田さんはなんかちょっとこう、もっと内に変化歌いたいっていう気持ちがね、伝わってきてね、うん、なんか隣で音楽を作ってすごいなんか感じるものがあって面白いですね。ということで、木目で新品でお手頃な価格の日本製のピアノをお探しという方はこれもぜひちょっと検討して検討する候補にね入れてもらえたらと思います、はい、ということで今回はポヨピアノさんアポロの新製品 A223WNC のご紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。